ガキの頃に開いた悪魔の実大図鑑、嘘くせえ上に海に呪われると書かれたそんなものに興味はなかったが、一つだけ俺の心を捉えた項目があった。一生のうち万が一こんな能力に出会えたなら、俺はたとえ金槌になろうとも食ってみてえと思った。だがこの世に同じ身は二つと存在しねえから、もしその能力者に出会ったとしたら、俺のその夢はついえる。わかるか、俺は一度透明人間になってみたかったんだ。だからスケスケの実を食ったお前は俺の夢を一つ潰したっつってんだよ。